渦の道玄関、渦の道の展望台渦の道は、鳴門海峡に架かる大鳴門橋の橋北下部に設置された延長約450メートルの遊歩道及び展望台である。2000年4月開設。徳島県を代表する観光地の一つであり、展望台から鳴門の渦潮を間近に見下ろすことができる。展望台から見る渦潮遊歩道大鳴門橋の 橋桁下,下部徳島県立の観光施設であり、鳴門公園の一部である。関西方面から四国への経路上にあることもあり、年間の入場者数は約60万人にも上る。大下島の北端、大鳴門橋の徳島県側、は、アンカレージの上部が入場口となっており、そこから橋桁下,下層部分に約450メートルの遊歩道が伸びており、 ちょうど渦潮の発生する場所の真上まで行くことができる。遊歩道の終端は展望台になっており、渦潮を直上から見下ろせる。海面からの高さは約45メートル。展望台からは南東と北西が見渡せるほか、床の一部がガラス張りになっており、渦潮真上から観察できる。遊歩道の床も数箇所ガラス張りになっている。 強風が橋の構造に悪影響を与えないようにするため外部との仕切りはほとんどが金属の網となっており風がそのまま施設内に入ってくる遊歩道には休憩所やトイレが設置されているなお渦の道は大鳴ると橋の途中で途切れているためこれを使って大鳴ると橋を渡ることはできない大鳴ると橋自体も自動車専用道路であるため鳴る海峡を徒歩 自転車、原付で渡ることは2021年現在、不可能である。なお、淡路交通が、鳴門海峡を渡る、路線バスを運行しているが、本数は1日6本程度と少ない。明石海峡と鳴門海峡に加強し、淡路島を経由して、本州と四国を鉄道で直結する構想は、古くから存在しており、 1953年には鉄道敷設法別表に加強区間が追加されている。この構想は本市淡路線と呼ばれていた。一方、1969年に制定された新全国総合開発計画には、蓄地、計画、実施すべき事業の構想として、本州、四国及び九州を連絡する新幹線鉄道の建設が謳われ、 このルートに新幹線を通す計画が浮上した。その後、1972年に就任した田中閣営首相の日本列島改造論の反映もあり、1973年に四国新幹線の基本計画が決定され、大鳴戸橋における鉄道空間の設置が計画に盛り込まれた。そのため大鳴戸橋は下層部に標準機、 伏線の鉄道線路が付設できる空間が確保され、また列車の荷重に耐えられる構造で建設された。そして日本初の二層構造の鉄道道路併用橋として1985年6月8日に開通した。ところが大ナルト橋開通からわずか80日後の1985年8月27日に赤石海峡大橋を道路単独橋として建設する。 ことが決定され、結局、赤市海峡大橋は、鉄道空間を設けることなく1998年に開通した。このため、二つの海峡を橋を経由して、鉄道で本州と四国を連絡するという構想は、実現不可能となった。加えて、四国新幹線は、整備新幹線よりも、優先度の低い基本計画線でもあるため、大鳴戸橋の鉄道空間は、 当面使われる見込みがない空間と化した。そこで2000年4月、その鉄道用の空間を活用してオープンしたのが、この渦の道である。明石海峡を橋に変えて、明石海峡や北海峡にトンネルを掘削して、淡路島経由で四国まで新幹線を通す構想も提唱されているが、いずれも現段階では具体化に至っていない。下記はいずれも2019年10月現在のものである。 ありがとうございます。